始めましょうか。始めていいですかね。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。元気でしょうか。ご予約をしてくださったお客様には一足先になんですけれども大フィーバーしてます。はい、はい、本日は先週末に届いた RFW のスニーカーについてもうちょこっとだけ詳しく説明しようかなっていうふうに思います。そしてプラスアルファで、プラスアルファで、これプラスアルファで春色のカーディガンも届いてるのでご紹介したいと思います。ちょっと余談なんですけど、朝から喋りすぎちゃってちょっと疲れてます。盛り上がってましたね。盛り上がって少々疲れてますので本日ちょっと座ってやろうかなみたいな感じです。新鮮ですね。新鮮かな本当。こう座ってバタバタしながらどうでございましょうって感じでやろうかなっていうふうに思ってます。はい、ではまず私が履いてるこの可愛い子です。はい、はい、はい、まずは RFW のベーグルミッド2マイクロファイバー。めっちゃいいですね。はい、はい、マイクロファイバーレザーを使用していて、いマイクロファイバーレザーはレザーという名前なんですが、うん、人工皮革、うん、で人工的に本物の革に近づけた構造を使った革になります。なるほど、はい、なので見た目は本当本革に遜色ないんですが、ぷるっとしていて、うん、扱いやすいよね。そうですね。お手入れがしやすいです。はい。でも皮に見えちゃうわけですよ。見えちゃうんですよ。めっちゃいい感じ。はい。はい、ちょっとマットな感じのツヤがあって、若干の撥水もするので、はい、結構雨とか、ちょっとした雨の日とかも大丈夫です。うん、はい。はい。私ね、個人的には、このミドルカットが大好きです。はい、スカートでもよし、ちょっと短めの8分丈ぐらいのパンツでもよし、はい、それでして、靴下も楽しめて、はい、なおかつ履き心地最高。そうですね。ワンピーとかの足元でも可愛いので、なんだろうな。あ、だからメンズの人が履いてもかっこいいですね。かっこいいですね。はい。ショートブーツっぽさがありますね。そう。だからなんかね、下手なブーツ買うより、全然いいです、うん。はい。履き口がちょっとこうクッション性があって、うん、ホールド感があるんですね。あります、あります。ここね。はい。めちゃめちゃ履きやすい。で、つま先の縁取りと、うん、あと紐、シューレースの内側にスウェードのレザーが挟み込んであります。はい、はい、で今年の今季のこのモデルのこの辺りのごっつさ、ね、はい、これがまたねいいですね。いいですね。ここのとここういう感じで足元がこうごっつい感じが来てるじゃないですか、はい、なのでめちゃめちゃ可愛いと思います。可愛いです。はい、はい、まあ、なんかスポーツシューズとかだとこうエアーが入ってたりとかごっつさにもちょっと違うごっつさがあるんですけど、はいはい、この RFW のごっつさって、行き過ぎない感じでめちゃめちゃかっこいいと思います。履き心地もいいですね。そうなんですよ。もうこれ間違いない。そう、ちゃんとこう土踏まずを支えられてる感じのある。そうなんだよね。なんかニューバランスだと私ちょっと丈が、足のね長さの丈が、はい、ちょっと合わないなと思ってみたり、ナイキだと幅が狭くてちょっと合わないなと思う時とかがあるんですよ、はい、まあそれはね欧米用のタイプだったりとかするので、はい、やっぱり日本人の足には、まあ、フィットする方はするかもしれないけどなかなかっていう場合もある。ただこの RFW は日本デザインです。もう日本のデザイナーが、日本人のデザイナーが作ってる日本デザインだからやっぱりねフィットしますよね。はい、素敵です。はい、はい、じゃあもう一色。はい、あ、でもその前にごめん、私が着ている今日アップの、カーディガンをご紹介したいと思います。はい、はい、まあすいませんね、座ったまんまで。はい、座り通してみようかなと思います。はい、こちらのブラウスですね、はい、あの大人気の G グラムより届いている春カーディガンでございます。はい、こちらはですね、コットンレーヨン素材になります。可愛いです。なので結構ドレープ感があって、うん、こうトロンとした生地感になってます。はい、はい、そして透け感ですね、うん、ずっと言ってますよね、去年一昨年あたりから透けるよみんなって言ってますよね。はい、透けます。ジャケット風のデザインなんですけど、まあ、シャツですかね、うん、カーディガンとして、うん、春夏に。そうなの、可愛いですよね。でなんかね T シャツ着てます、はい、でこの T シャツまだ上がってないんですけども、 GoTo ハリウッドの T シャツになります。ちょびっとだけご紹介しちゃおうかな。あの欲しいよっていう方は LINE かメールがください。ご興味がある方は、はい、GoTo ハリウッドの可愛い半袖の T シャツになります。ちらっと見せちゃおうかな。こんな感じです。後ろも可愛いので、はい、後ろはじゃあお楽しみに。楽しみに。はい、はい、では次はホワイトを履いてみました。はい、はい、
真っ白も可愛いですね。可愛いですよ。なんかね、店頭で皆さんとスタイリングの話してると、結果最終、白の靴で。って私が言っちゃって、白の靴なーいとか話になって、だから白の靴って大事って言って、ああ、そっか、じゃあ次っていう話がとても多いんですけれども、白の靴はね、汚れちゃうから、なんか、ちょっとなーって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、やっぱり白の靴は全体のスタイリングを見た時にはあった方がいいなっていう風に、私下駄箱の中白い靴いっぱいなんですよね。スウェードのところがまたちょっと配色っぽくそうなのなってるのも可愛いですよね。そうで、このごっつさも可愛いでしょ、はい、とかかとがポイントになります。はい、はい、縦にラインが入るようにスウェードが、うん、はい、はい、ついています。はい、こんななんていうのかな、裾つぼ針でキュッとしてるパンツも、でミドルカットで履いてもらうととても可愛いかなと思います、はい、もちろんワンピースやスカートでもいいかなと思います、はい、はい、ではこんなところでいいかな、はい、はい、ではいきます。BLチャンネルでは、はい、毎週月曜日の19時にアップロードできるように頑張ってます。頑張ってます、はい、その時の楽しい話題とかをしたいなと思いながらなかなかできないんですけれども、はい、はい、でもこのね靴とか可愛いと思います。今日のカーディガンも春らしくてとてもいいなと思いますので、はい、ご紹介してます。はい、はい、あ、見えるオンラインショップが新しくなりました。あ、そうだ、はい、皆さんもうご登録していただけましたか。いただけましたか。はい、ページの左上のところにメニューボタンがあります。3本、はい、そこ入ってもらうと新規会員登録ってところと、はい、バースデー登録ってところがあります、はい、でその両方登録してください。もう今2月の終わりなので3月のお誕生日のお客様にはかわいいあらおやんを今日作ってたんですけれども一緒にお祝いをできたらなっていうふうに思っています。はい、ホームページの方はまだまだどんどん変わっていきます。マンパワーがない小さなお店ですので、トライアンドエラーを繰り返しながら、なんか、はぁ、変わってるわ、楽しいとかっていうのをどん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 、新しいを提供させていただけたらなっていうふうに思っています、はい、ちょっと前よりもサクサクいくようになったと思います、いろんな意味で、はい、世界各国で物事を見ていくと割とこういう風なのがいいのかなっていう風な感じのページを作っているので、まだまだですけれども、でも、皆さんが楽しんでいただけるようなそんなページ、まあ、一緒に楽しむかな、はい、一緒にファッションを楽しめるようなページを作っていきたい、サイトをですね作っていきたいなと思っています、はい、長い目で見ながら失敗とかも楽しんでください、はい、私たちの、はい、温かい目で見ていただければ、はい、お願いします、はい、では、チャンネル登録の方もお願いしたいと思います。1000超えたって知ってます。そうなんですよ、嬉しいです、はいはい、これからも持続して毎週1回、はい、作っていきたいなと思いますし、はい、チャンネル登録とかね、あとはいいねボタンとか押していただけるととっても嬉しいので、本当によかったらお願いいたします。お願いします、はい、ではまた来週の月曜日にお会いします。ありがとうございます。ご紹介するのを忘れてました。もう本当にすみません。追伸です。RFW のスニーカーなんですけれども、かなり人気がありまして、色やサイズがソールドアウトになっておることが多いです。もし、欲しいなっていう方は、ぜひメールの方をいただければと思います。こちらより調べさせていただきます。もう声が出ません。今日も楽しい一日でした。ありがとうございます。よろしくお願いします。